どっちだ俺どっちどっちだハローみんな、よろしくお願いします。相手の川上です。ナイスカネスカイです。そしてどうもユーブソンのコリです。ネイチやってしまったちょっと頑張ったね。いいのかゆやみの家に来た。本日の企画は大喜利オアクイズ。今からクイズらしきものを出します。クイズらしきものがクイズだと思ったら答えを考えて書いてください。ただしクイズらしきものがクイズではない場合があります。その場合はそれは大喜利のお題ですので、これはクイズじゃないと思ったら大喜利のつもりで答えてください。クイズなのか大喜利のお題なのかを見極めて考えて答えてください。うわすげえ丸投げ。困ったら大喜利になる。クイズだった場合は正解者全員に1ポイント、大喜利だった場合はボケてる人全員に1ポイント。皆さんの答えがクイズの回答なのか大喜利回答なのかは私ふくら P が判断しますので。それではやってみましょう。ファイヤー。めっちゃあったはい、第1問。問題。高知県にある中村駅は、友や家族を見送る人がとても喜ぶある特徴があります。その特徴とは？難しいよ。大喜利の取り方じゃん。中村友也が入ってることは分かってる。すごい、そうなんだ。ドキッとしちゃった。でもクイズだとして、大喜利がおもろくても不正解。不正解です。わーやばい。例えば、中村駅なんていう駅はないですとか、そういう場合はこれは、クイズではありませんので、大喜利だったということになります。あ、なるほど。では行きます。見送る人が喜ぶ駅の特徴とは？こういう橋がある。なるほどね。あれが。クイズの回答ですね。そう、上から手を入れるこういう橋がある。じゃあ俺向こうかな。見送る人が喜ぶ駅の特徴とは？こうバイバイ、こうバイバイっていうのをこう疲れさせないために、このなんかあのポケモンのアジトとかにあるよ。敷地って言ってくれてる、流れるやつ、滑るボケですよね、もちろん答えですよ。見送る人が喜ぶ駅の特徴とは？ご自由にお取りくださいのフリー色紙がある。すぐにこうここにね、名前を俺が投げられて、誰々さん、これはクイズの方です。まあ、ありえるかな。ありそう。これ僕が難しいですね。見送る人が喜ぶ駅の特徴とは？スイカとかをタッチするところに家族のメッセージを入れられる。おー、どっちだ。一番どっちだ。見送る人が喜ぶ駅の特徴とは？駅員が全員オールバックで敬礼してくれる。絶妙なライン。オールバックがいいという世界観。見送る人が喜ぶ駅の特徴とは？バイバイってできるためのホームがめっちゃ長い。あ普通にクイズ答えた人がさ、おめっちゃ悲しくね。ボケてねえじゃんみたいな。それでもクイズでしょ。クイズ、クイズ、でも超あり得る。ちょっと俺正解出しちゃった。見送る人が喜ぶ駅の特徴とは？改札出た時ガムくれる。え、どっちだ。これは大喜利のつもりで、いわゆる滑ったという。答えじゃないですよ。そうですね。いやいや、ボケればいいんだろ。今回の問題はクイズ。あー、もうダメじゃん。もうダメじゃん。よし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 。それよし。それだよ。まだまだ。お前は下げる。これ合ってるかもしれない。実際オールバックの駅員さんが。答え聞いてからでしょ。正解は、改札なしでホームまで行けるということで、正解者なしで。なるほど。確かにいいね。入場料払わなくていいってことだ。はい、改札がそもそもない。いや、そのワードでアピールすな。改札はあるよって入ってるようじゃない。問題。ジュネーブの無線通信主幹庁会議で助けを求めるときには SOS に使うことに決まりましたが、この SOS って何の略？さっき伊沢ちゃんだって大スベリしただもん。鬼のようにスベって。人の家でこんなスベる？普通の大喜利だったら、うわ、スベってんじゃんとも言えるのに、うん、そのクイズかもしれないってことから、そのツッコミもできないっていうこのもどかしさね。ミクラマラとミクラチョナの見分け方教えてください。ミクラマラチョナ、ミクラマラよりミクラチョナの方が王客。まあちょっと面白かった。ちょっと自信が出た。
SOS って何の略？これが起きた時に出すだろうって SOS、 そっから来てんだろうっていうことで、信じられない音がしました。その場合はまあ絶対使おう。その場合は絶対使おう。そっから来てんのかな。語源だ、うん、じゃあこれに囲まれた時に出すんだろうなっていう。似てるやつ。 SOS って何の略？醤油、お醤油、ソイソース、ソルト、お足を。え、なにこれ。SOS って何の略？さすがに恐ろしいわ、三角関係。そうよ。クイズだ。クイズだ。 SOS って何の略？結局減り下り方みたいなところありますからね。それなりにお助けてもらえますか。せんやばい。せんやばい。せんやばい。それなりにね。それなりにお助けて、お助けて、お助けて。あ、じゃあっていう。はい、やだな。いきます。はい、SOS って何の略？センターオブセイキンさん。ひどい。ボケてるということは伝わりましたよ。はい。キラキラってこと。はい、では最後。お、ほんまに取っといたやつな。SOS って何の略？そろそろ大喜利しんどい。おー、一本一本。まあ、クイズかもしれませんからね。クイズかもしれない。絶対にクイズやん。こちらの問題は、大喜利でございます。そうでしょ。だから SOS ってタタ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 にするために SOS にしてんだよね。はい、そうです。ほら。はい、SOS という言葉は略語ではなくて、うん、モール信号を打ちやすい文字を並べようということで SOS というのが採用されている。やべー、知らなかった。略語ではありませんので、これはクイズではないと。なるほど。大喜利、皆さん正解でございます。よし、ボケなきゃってなっちゃった。クイズじゃない。わかる。そうなの、すごっ。絶対クイズしゃーって俺。じゃあここはもう、いや僕は知らなかった。僕はこっち側だった。大喜利だと思って大喜利ったってこと。そうっすよ。そう、いや大喜利だと思ってこれって言う。そしたらどうかって。そしたら適当の人とか。それでは最終問題です。はい、問題。砂漠ツノトカゲは血の涙を流します。その理由とは。うわ、クイズっぺー、やだ。クイズやだよ、クイズほんと得しないもん。砂漠ツノトカゲが血の涙を流す理由は、人間性を失い亡者となった友の慣れの果てを嘆いているから。ボケだったー。ボケた。いやでもまあこれをまとめるとみたいなのがまあ結局俺の答えです。はい、砂漠ツノトカゲが血の涙を流す理由とは、北斗の剣のストーリー性に憧れを抱いている。どうまとめた。自分で選んで赤にしてるの。そうそう。憧れてないやつは透明なの。そう。砂漠ツノトカゲが血の涙を流す理由とは、砂漠のクリエイトにはロート G かっこ赤が売っているため。砂漠にはあるかでもいい。松清でしょ。松清でもいい。砂漠ツノトカゲが血の涙を流す理由とは、前世で血も涙もない人ねと彼女に振られたから。両方同時に満たそう。なるほど。そこで両方同時にやろうとする人間性が振られた理由だと。砂漠ツノトカゲが血の涙を流す理由とは、名前にツノって入ってて、ツノに気を取られて爪の手入れを忘れちゃうから。あー、なるほど。クイズよ。いてんかわいいじゃん。ないから。いや別に全然ありそうなんだけど。砂漠ツノトカゲが血の涙を流す理由とは、戦闘でシャリンガンを酷使しすぎた。うまい。そう、あるよ。全然ある。砂漠ツノトカゲが血の涙を流す理由とは、喉が渇いた時に飲むため。これクイズです。え、それ涙じゃダメなの？血である理由がないっていうか。あ、それはなんかこう一本。こちらの問題はクイズでございます。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。もうこの時点で俺にしか、あ、チャリンガンもか。チャリンガン。まあありえるよね。ありえる、ありえる、ありえる。北斗の剣はありえないけど、チャリンガンはありえる。ありえるよ。正解は、威嚇のため。うわぁ、鬼シンプル。これ、一番近い。一番近い。一番近い。やった。でも、流すと言ってももう噴出しますね、から。最大1メートル先まで飛ばすこと。ということで、ゆうやみとのコラボ動画同時点ありますので、そちらもチェックしてみてください。お願いします。概要欄に、チャンネルのリンクありますので、チャンネル登録もお願いします。お願いします。2本目もね、行ってるんで、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、
サバちゃんツイッターのフォローよろしく。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。